よろしくお願いします。ではまずこちらのパネルをご覧ください。こちら震災直後からの学生に対する対応をどのように本学が行ってきたのかを記入したものになります。じゃあこれ食べちゃいけないんじゃないか、これは飲んじゃいけないんじゃないかっていうふうになるのは注意してくださいという感じです。我々のところは簡易的にちょっとやらせてもらってますので、フードプロセッサーを使ってやってますけど、本来きっちりとやるんだったら使い捨ての簡単なやつ、それを使っても刻んで、で臨時状にしていくんだそうです。それをやってますと、うちのところでも1日に1人全体が多いんですから、それだけで仕事が1日多い。明星大学 の教室ですね、で参加しました。いつも考えながら料理してます、はい、放射能の何ですか、明星大学でやった、あれは初めて見たんですね。そうですね、検査の機会とても勉強になりました、参考になりました。主のセンターでは放射能検査の受付をしているんですが、そこに持ち込まれる方から売っているものは大丈夫なのという声をたくさん聞きまして、私どものセンターで受け付けているものは自分たちのところで作った自家消費野菜がメインだったんですが、それ以外の情報ってどうなってるんだろうというのことをきっかけに始めました。売られているものがどういう形で検査されているのかということを知りたいというお声がありましたので、その検査をしている福島県農業総合センターというところをまず行くことを決めまして、それ以外に今度はいわき市の中ではどういうことをやっているのかなということで、いわき市の中でやはり皆さんの興味が高いお米についてもじゃあ見てみようということで、JA さんのカントリーエレベーターもコースに組み込んでみました。そうしましたところ、募集定員は30名でスタートしたんですが、それを上回る応募をいただきまして、本日32名の方にご参加いただくことになりました。最後にアンケートも回収お願いしておりする予定ですので、そのアンケートの内容を見てまた次回のコースを前向きに検討していこうと思っております。